渡しちゃえばいいんじゃないかなと思うんですよ。で、中国が欲しそうだから中国に売ってあげればいいと思うんですけどね。怒ってる人がいる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 一旦失った領土は戻らない。別にいいじゃんそんなに領土欲しい？そんなにお前日本か俺日本である前に岡田斗司夫だからさ、自分の考えの方が大事だよな。今日ね、やっぱ一番リクエスト多かったのが尖閣諸島とか竹島に関しての領土問題でどんな風に考えたらいいでしょうかなんですね。で、どんな風に考えたらいいでしょうかだったら僕も答えようがあるんですよ。これどうですかっていう風に聞かれると何が正しいのか決めなきゃいけないんだけども、どう考えればいいのかって関しては、それは僕の出番ですって思うんですよね。まず常識的な話をしますね。それぞれの国ごとに常識が違うじゃないですか。スタンダードって、例えば日本だったら割とですね、日本人は昔からですね、日本人ほど日本人論を読む国はいないって言われてるんですよ。どういう風な意味かというと、アメリカ人でですね、米国人はこうだっていうような論説を読む人なんかほとんどいないんですよ。フランス人でフランスの国民性はこうだ、よその国からこう思われてるなんてことを読む人はほとんどいない。ところが日本人だけは例外的に、皆さん分かりますよね、今ざっとコメントに流れてる、その通りなんですよ。日本人ほど海外で日本はどう思われてるかとか、日本人はこうであるという論を好む民族はいないんですよ。これをまず押さえてください。なので僕らは国際的な舞台でかなりね、常識的なことを言おうとします。例えばそれは国際法上どうなのかとかですね、もしくは国連とかでどういうふうに思われるのか、先進国の常識としてどうなのかっていうのを発想した上で、領土問題に対しても他の国との外交問題に関してもアプローチします。これは世界的に見てかなりマイナーなアプローチです。僕らにしてみれば常識的なんですけど、それは何でかというと、僕らは外と内っていうような考え方に近いんですけども、やっぱりよその国から見たらよく見られたいっていうのがすごく強い民族なんですね。でもアメリカはよその国から舐められたくないという民族であるし、韓国なんかまだ発展途上の香りを残してるから、よその国から損させられたくないっていうふうに思ってると思うんですよ。もしくは自分たちをちゃんと認めさせたいと思ってる。基本的なポジションが違うので、常識的な行動が違うっていうふうに僕は考えてるんです。まだ今常識的な話をしてます。なので領土問題に関してはですね、だから竹島にしても尖閣諸島にしても、それぞれ中国とか韓国のもう国内問題になってると思うんですよね。つまり国内で自分たちの国民の愛国心っていうのをいかに煽るのかっていうことに10年ぐらい利用してきたものが、だん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 そのツケが溜まってきて、それぞれの国の、中国にしても韓国にしても、政治家が困るぐらい国民が暴走し始めてる。しかしこの暴走を止めてしまったら自分たちの支持層が危なくなってしまう。だからといってこの暴走を認めてしまうと、今度は日本との対外関係がまずくなって、経済政策とかで協力してもらえなくなるっていうような状態になってきてるわけです。韓国は後進国っていうか、まあそういうふうに言えるかもわかんないんですけど、まあ僕らも後進国だったわけですからね、第二次大戦負けたところで。だからその韓国が後進国って言うんだったら、隣の国が後進国なんだからどうすんのっていう話になっちゃうだけですね。それっていわゆるクラスの中で貧乏人だって言ったら、それ隣に貧乏人がいたらお前はどうするのって話になるから、僕らの態度問題だというふうに思うんですけど、日本は衰退国、いやいやそこまで言ってない、大丈夫。こっから先ね、韓国とか中国の人にはすごい言い方悪いかもわかんないですけど、僕はそれぞれの国はですね、なんだろうな、気の毒な状態になってると思うんですよね。なんでかというと、日本っていう国は悪いで、俺たちに損をさせた、俺たちえげつないことをした、それは一面は本当かもわかんないんだけども、多分言い過ぎの部分がすごく多いんですよ。それはもう朝日新聞ですら認めると思う言い過ぎの部分かなりあるよな。だから言い過ぎの部分もあるんだけども、それを言い過ぎのことを言わせてしまうぐらい、昔は日本人悪いことしたんだっていうぐらいが多分朝日の立場で、いくらなんでも言い過ぎだからいい加減にしろっつうのが、まあ読売とか産経の立場じゃないかと思うんですけど、まあ所詮日本の論説っていうのは このあたりのなんですよね。で、僕はまあそのあたりから、さっきから言った嫌な上から目線で見てますので、いやいや中国も韓国もそろそろ気の毒な状態になってきたよなと。こんなことしないと国民っていうのをもう制御できなくなってきて、でそのツケがどんどん回ってきて、自分たちも分かんなくなってきちゃってるんだろうなと。こうなってきちゃうと、外交上どうするかとか筋を通すかとかっていうんじゃなくて、ひょっとしたら僕らは中国とか韓国に対してはカウンセリングという立場で考えた方が早いんじゃねえの。つまり両国の国民の、両国というのは日本じゃないですよ。日本はね、そこら辺さっきも言った日本人論を好む考え方だから、それが国際的にどうかとか最終的に僕らがどういうふうに見えるのかで落としどころあるんですけども、韓国とか中国の人たちですね、政治家を含め、政治家が言ってきたことを真っ当に信じちゃった、ある意味すごくいい人の国民たちっていうのがですね、どのように落としどころを見つけるのかっていうのを
カウンセリングするの立場じゃないのかなっていうのが真面目な部分ですね。で、まあこんな真面目な話ばっかりしててもしょうがないんで、さっきですね、どうしようかなって言ってたら、S田さんと話してる時にですね、ちょっと面白い補助線出てきたんですけども、竹島とかが揉めるのはですね、取り合いしてるからなんですよ。で、美女を取り合いして男が戦うのはドラマになるんですけども、ブスを押し付け合うのはコメディになるんですよね。竹島がいらない場合っていうのを考えたんですよ。竹島に宇宙人が突如着陸して超レーザー兵器とかで武装して、竹島は我々のものだ挑戦する者は来いっていうふうに言ったら、多分日本ですね、確か竹島は韓国のものでしたよね、どうぞどうぞどうぞって言うと思うんですよ。いやー、なんかあんな奴らとやって絶対に勝てねえっていう、宇宙人上陸したらどうすんだよ。だからそしたら韓国もなんか、じゃあ竹島俺たちのものだから日本は逃げた、俺たちだけで超レーザー兵器に立ち向かうというふうにさすがに言わないと思うんですよね。多分ね、ちっちゃい声で日本も確か竹島に領有権を言ってましたよねとか一緒にやりましょうよみたいなことを絶対言ってくると思うんですよね。だからなんかね、宇宙人着陸したらいいんじゃねえのって思って竹島はで、宇宙人がありなんだったら、じゃあ宇宙人と似たようなもんでもうちょっと現実的なものを考えたらどうかなと思って、いや、竹島に北朝鮮が上陸して、北朝鮮が竹島は我々のものだというふうに言ったらどうすんだろう。日本は日本で、ああ北朝鮮は確かあなたの国のご兄弟でしたよね、どうぞどうぞっていうふうに言って、韓国は韓国で、いやいや、私たちと北朝鮮と仲が悪くなったのはあんたにも関係あるでしょ、ちょっと喧嘩に付き合いなさいよっていう、なんか校舎裏に女生徒に呼び出されみたいな感じで、やっぱ日本引き込まれるんじゃないのかなという、問題の押し付け合いにしちゃったら、なんかね、面白いなと思って、全くでこの問題を解決はできないんですけども、もし竹島とかで映画作るんだったら、多分韓国の人たちは竹島を守るために、韓国が竹島の領土だというのを分からせるための正しい感動的なムービーっていうのを作ってくると思うんですよ。でこの場合、日本がですね、作るべきムービーは何かというと、竹島が宇宙人に侵略されて突如何かこの攻撃した時に、日本も韓国もものすごい逃げ腰なんだけど、力を合わせてやっと勝てたって言ってて、宇宙人が我々はまた来るぞって言ったら、日本人の各地はあいつらには負けないって言って、両国で記念碑建てるみたいな映画がめっちゃかっこいいんじゃねえかなと思います。政治のことは、まあ、知らないどうでもいいという私のですね、最近思ってることをちょっと聞いてもらいたいんですけども、諸閣列島ってですね、いらないんじゃないかと思うんですけども、皆さんどう思いますか。尖閣諸島だ、尖閣諸島、ごめんなさい、尖閣諸島っていらないと思うんですけども、あれなんでそんなに守んなきゃいけないんでしょうかね。いや、もちろんその地下資源、海底資源があるとかなんとかっていうのは分かりますけども、海底資源があろうが漁業権がどうだろうがですね、日本って領海線が長すぎて国防がすごいしんどいじゃないですか。でそんなのがあるのも、すごい離れたところに島があるからで、離れたところに島があっても人間が住んでいればその人たちのふるさとですから、それを守るのは当たり前だと思うんですけども、住んでない島を守るということにどうやってもこう納得いかないんですよね。で渡しちゃえばいいんじゃないかなと思うんですよ。で中国が欲しそうだから中国に売ってあげればいいと思うんですけどね、実効支配とかなんとかっていうよりは売ってあげればいいと思うし、アメリカが守ってくれるはずっていうんだったらアメリカに売ってあげてもいいし、その売るコストっていうのはですね、1円でいいと思うんですよ。1円くれれば売ってあげますよというふうなことで売ってあげて、でそこから地下資源が出るんだったら、海底資源が出るんだったら、海底資源を組み上げた時のなんだろうな、経済協力だけ一緒にやるようにしたりした方が僕いいと思うんで、まあ、別に中国が図に乗ろうがアメリカが図に乗ろうが、それで図に乗ってそれぞれの国が繁栄して、でうちの国と貿易してくれればそれで OK なもんであってですね、無理やりこの海の向こうの方の防衛するのもしんどくて、人も別に住んでなくて実はいらない領土っていうのを守るっていうのは、なんか大して住みたくもないんだけど、バブルの時に手に入れた別荘をずっと持ってたいっていうのと同じで、貧乏根性にしか見られないんですけどね。さすがに同意できない、いや同意できないのは分かるんですけど、僕がどちらかっていうと、北方領土は日本固有の領土だから、日本がはずっと守んなきゃいけないとか、ずっと権利を言わなきゃいけないとか、尖閣諸島は日本の領土だからという方が、もう竹島もそうですよね、
あの日本の領土なんだからずっと持っとかなきゃいけないという方が気持ちはわかるけれども愚かに聞こえてしまう。そこまでコストかけて人の命かけるっていうのは何だろうな、いや別にそこまで軍事占領されるぐらいだったら最初から売っちゃった方がいいと思うんですけども、アメリカの領土になると、まあそうなんですよね、僕はさっき1円で売っちゃえばいいっていうのはアメリカが守ってくれると思うんだったらもうアメリカにあげちゃった方がいいし、中国がどうしても欲しいっていうんだったら中国に売っちゃってもいいし、公開入札してもいいですよ。アメリカと中国とどっちが欲しいですかって聞いて、日本はもうこの尖閣諸島にしても竹島にしても実は大して使ってないので漁業権だけあのちゃんと確保してくれるって約束してくれるんだったらどっちかの国にお売りしますので今から24時間入札しますというふうなことで eBay なりなんかヤフオクにかけちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけどねというふうに思いますというですね、炎上落ちて書いてるんですけども、こんなことで炎上するんだったら本当に政治に関して語る人って頭が固いなって思うんですけど、こういう意見を言うことが俺は楽しいって思うのですいません、怒ってる人がいる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 一旦失った領土は戻らない、別にいいじゃん一旦失った領土、そんなに領土欲しい、そんなにお前日本か俺日本である前に岡田斗司夫だからさ自分の考えの方が大事だよな。アメリカが買う意味あるのかな、そこだよね。あの正直そんなトラブルのある島アメリカもいらないと思うんだよねでも日本がいらない中国に売るって言ったらあいつら買うんじゃねえかなっていうのが俺たちの商売根性でさポイントは俺たちはいらない、誰か買わないっていうことだと思うんだけどね、その方があの韓国が買ってくれるかも分かんないね、頑張って買ってくれるかも分かんないけども、まあ売る時の注意は間違ってもどの国の通貨でも OK ですって言わずに、ドルだけで売ることだよね人民元とか受け付けちゃダメだと思うんだけれどもですね、ということでですね、まあまあこんな程度の話なんでございます。まともに話は炎上するような話を今日はしようと思ってましたのでですね、すいません。質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。岡田斗司夫ゼミというのは基本的にゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分の質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。